What makes this island nation punch way above its weight? It's the human stories we've heard. All part of this three. Pelosi's visit is historic. Plus, the diverse cultures we've embraced. Plus, the beautiful land we call home. Taiwan Plus. Join us on our journey from Taiwan to the world. Korean traditional cocktail. It tastes amazing. That's probably my own form of happiness to be cared about by the people I care so much about. We will cover K-pop, K-drama, K-beauty, and K-travel. Oh, thank you so much! 대놓고 하는 팬 영화 방송 국내 최초 월드 최초 본격 입덕 장려 방송 We VAB is in the house VB no VAB Pink stars on the way 퀴즈가 뭡니까? 트랜송 레이저 트랜송 레이저 옛날에 그 순수한 아마추어 도전자에서 정말 오늘 외모가
の武芸帳をめぐり野牛十兵衛の剣が冴え渡る。五味康助の原作を時代劇スター近衛十四郎主演で映画化した野牛武芸帳シリーズ全作品を2ヶ月連続で一挙放送。東映時代劇の明朗路線とは一線を画したハードボイルドタッチの人気作。2月は全5作品を放送。 D 坂の殺人事件、江戸川乱歩。それは9月初旬のある蒸し暑い晩のことであった。私は D 坂の大通りの中ほどにある白梅軒という行きつけの喫茶店で冷やしコーヒーを吸っていた。当時私は学校を出たばかりで、まだこれという職業もなく、下宿屋にゴロゴロして本でも読んでいるか、それに飽きると、あてどもなく散歩に出て、あまり費用のかからぬ喫茶店巡りをやるくらいが毎日の日課だった。この白梅軒というのは、下宿屋から近くもあり、どこへ散歩するにも必ずその前を通るような位置にあったので、したがって一番よく出入りするわけであったが、私という男は悪い癖で、喫茶店に入るとどうも長尻になる。それに、元来食欲の少ない方なので、一つは脳中の乏しいせいもあってだが、洋食一皿注文するでなく、安いコーヒーを2杯も3杯もおかわりして、1時間も2時間もじっとしているのだ。ふざけんなって安西知花。私だけ口の悪い女がついてる。豊田萌え。皆さん守護霊って信じますか？いやもう守護霊タイプ私は。守護霊って言うね。ひかさようこ。声優たちの怖い話。語る会。車をトンネルの入り口。豪華実力派声優たちによる恐怖の本気怪談。怖い話が好きなことです。そんな好きじゃないです。入れ。語る会公式 YouTube とファミリー劇場クラブにて配信。 You want to watch our movies?合作愉快的话，就会是一件双赢的事情。电影里的情节总有遗憾，却又回首道别。坐在我旁边的座位又是谁？让他记住，我告诉你，看他以后有事不跟我说，欺上瞒下，我就直接把你嫁给张爱迪隔壁二婶家表妹的女儿，你信不信？记录一下我对你的心动瞬间。爸，妈，起来呀！啊，你真的是我的甘薇。甘薇早啊！薇薇嘛离开啊！介是无啥讲好清楚，嘛无一定爱做伙啊。每礼拜日暗时十点，花西再会了后。你偷亲我对不对？红红说你要跟我告白，对不对？你喜欢我，对不对？每周一到周五晚间十点，《家有喜事》第二季，《家有爱情》。本节目由 Mayhome 魅力机冠名赞助。
我拄则有去找算命的，替爸爸好命。谢炳轩，我是感觉袂歹呢。爸爸哪会姓谢？不是应该拄啊姓蔡才对？这个囡仔是阮谢家头一个金孙，当然嘛要对阮姓谢才用。借问一下吼，啊刘家文是不是今日出工啊？伊是今日咧出工，无唔对，但是伊是透早就离开啊呢。离开啊！我已经无得回头，无收一条路，不管外远外歹行，我拢一定行到最后。你敢是拄则甲我做伙来迄、那个？你吃白白？咱咧做刚好，这件代志你帮我跟你妈参详。今仔可是咱两个人的舞台，不管啥讲啥，拢卖插。你两个人是伫咧创啥？有没有感觉到大腿后侧酸酸的？会酸酸的就对喽，要继续哦，不要放弃哦。刘嘉文，你在家不冲下？我看到你直播，笑到遐尼啊甜，跟你之前对我的态度完全拢无同。这么欢迎你啊，你走。我等我今麦一边出来，时间真多，我会过来找你。歌剧院蛋糕的命名由来。歌剧院蛋糕它的命名由来跟什么有关系？我的答案是 A。我最近正在做这道甜点，这个它料理有典故的啦。对啊，因为它的有颜色啊，然后停停，因为这要让上华讲，要不然他的工作被你抢掉。要换吗？先不要，好，不要。好，那快先让他讲啊，看他可以讲多详尽嘛。有情绪了，有情绪了。我喜欢你那点霸气。晚间六点，《京都念慈庵全明星攻略》。你们知道这个是用来干嘛的吗？它是杯柴的架子，它就是这样子。是上面会有一根一根，就是阿春去 Q 去抓的那个柴，然后一根一根这样子积满满的，然后再这样子背起来。对，前期背的时候回去都要去那个俩铃，因为这边很酸。吹起花开花谢，当年的伤痕